それではジャカルタ48のメンバーから一言ずつ挨拶のコメントをいただきましょう。まずは高塩さんからお願いします。はい、皆さん知ってる方は一緒によろしくお願いします。はい、よっちゃん、うぎちゃん、うーろんちゃん、でもやっぱりあっちゃん高塩あきです。今日は来てくれてありがとうございます。一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、JKT48 の中尾遥です。今日はこう JKT48 のメンバーとこう楽しく、イベントやっていきたいなって思います。さっき1回目の回はあのメディアの方とかもたくさん入っててちょっとみんな緊張気味だったんですけど、2回目ということでみんなで楽しいイベントにできたらいいなって思います。よろしくお願いします。JKT48 の野沢里奈です。よろしくお願いします。JKT48 が初めて AKB さんのカフェでイベントをやらせていただいてとても楽しみなので、皆さんがもっと JKT48 のことを知ってくれたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。はい、JKT48 のあーちゃんことシャハバイナです。よろしくお願いします。今日は日本のファンの皆さんと楽しく、そして仲良くなったらいいなと思ってます。今日はよろしくお願いします。はい、こんにちは、私はメロディです。私は20歳になりました。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、私はサニアです。よろしくお願いします。terima kasih semuanya karena telah hadir di talk show di sore ini。本日のトークショー来てくださって本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうぞご着席ください。それでは高城さんと中川さんが移籍した JKT48 はどんなグループなのか、まず JKT48 のメンバーから紹介していただきましょう。まず写真から一人ずつを紹介していただきます。1個目の写真をどうぞ。そうですね、この写真をメロディさんとサニアさんに説明していただきます。Jadi, ini pertama kita pas waktu lagi di audisi ya。一番左上の写真はオーディションの時の写真です。Itu waktu final audisi dari 51 orang。Terus yang pasti kita tuh deg-degan banget。こちらは51年からの最終審査の時です。ini ada Rena。でこちらの方がRena さんです。すごく緊張してます。Akhirnya diumumin kita dibentuklah ini kita terima jadi member JKT48。そして合格発表の時は私たちはめでたく選ばれましたので。上の方がサニアさんです。サニアオチ。Pokoknya waktu tanggal 2 November itu kan kira-kira satu tahun yang lalu. Itu kita tuh benar-benar di sini tuh ada yang nggak bisa nyanyi, ada yang nggak bisa ngedance, tapi cuma bermodalkan dengan impian, tapi akhirnya kita tuh pasti optimis gitu kalau kita tuh bakal sukses bersama. そうですね。ちょうど1年前は彼女たちを合格した時からもう本当に彼を踊ったことがない人たちもいるし、歌ったことも人たちもいるんですけど、でも彼女たちは同じく夢を持ってます。将来に向けて夢を持ってます。それを強くて JKT を強くしたいと思っているんです。ありがとうございます。サニアはまだですね。右下の方にサニアはどこか見つけた、分かる人いますか？どれと思いますか？サニア。そうですね、それはサニアで、そちらはメロディさんです。レナ、ちょっと後ろの方がレナです。そちらの方がアヤナさんです。はい、ありがとうございました。そして
次の写真を撮りたいと思います。次の2個目の写真をお願いします。さあ、この写真はあやなさんにご説明をしてもらいます。AKB48 は今 AKB48 さんのチーム B のパジャマドラブの顔をやらせてもらってます。仮設劇場ができたのは2012年の5月にできて、この仮設劇場の時は1ヶ月に4回ぐらいしかできなくて、ファンにもあんまり会えなくて寂しかったんですけど、2012年の9月に専用劇場ができて、ほぼ毎日劇場に立てて、ファンの皆さんにも会えて毎日が楽しくて、それでこの円になっている写真が初日が始まる前のエンジン、 JKT48 のエンジンです。で、この写真が初日をやってる時の写真です。カメロリーシャイニーイニシャル隠れよ隠れで、デリマです。で、JKT48 も AKB48 さんみたいに廊下にこういう写真が並んでるんですよ。レナちゃんいるねえ、これは JKT48 の入り口で写真です。ファンも皆さん盛り上がってますので、日本のファンの皆さんもぜひ JKT48 シアターに来てください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ続いての写真をお願いします。この写真はレナさんにお願いします。JKT48 は何回、4回、AKB48 さんのコンサートに出演させていただいたんですけど、これは初めて、私たちが日本で歌を歌わせていただいた時のことです。AKB48 さんの紅白で、会いたかったを踊りました。じゃあ次はリクエストアワーの時に、この黄色の衣装はヘビーローテーションの時に作ってもらった衣装なんですけど、会いたかった、アンコールで会いたかったを出させてもらったんですけど、今回ももしリクエストアワーがあったら出させて出たらいいなと思います。これは3月に埼玉のスーパーアリーナでやらせていただいた時、初めて舞台が見て上がるっていうところがあって、これは君のことが好きだからだったところなんですけど、ヘビーローテーションの時に私の振りがこうやってジャンプするところですっごい高く飛んだ覚えがあります。すごいなんか怖かったです。で、これはこの前の東京ドームのコンサートで、ベイビーベイビーの衣装は AKB48 さんのベイビーベイビーの衣装を参考にして作っていただきました。はい、レナさんありがとうございます。じゃあ続いての写真をお願いします。はい、この写真は高城さんにお願いします。はい、この写真はこの前9月8日に、ジャカルタに JKT48 の専用劇場がオープンした時に、私とゴーンがこう挨拶に行かせてもらった時の写真です。ゴーンはジャカルタに行くのは2回目だったんだよね。で、私はジャカルタに行くのは初めての時の出来事で、なんだろう、すごく緊張したよね。緊張したし、なんかインドネシア語で挨拶をさせてもらったんですよ。で、めっちゃ、絶対に聞きにくいインドネシア語だったと思うんですよ。もうずっとカンペ見ながら喋ってたから、手元の。なんですけど、すごくインドネシアのファンの方すごく温かくて、ずっとなんか、って言いながら聞いてくれてて、もう本当に温かいなと思って、早くステージに出てるように頑張りたいなと思いました。そして上の写真は日本でいうよく生誕祭とかであるスタンドフラワーあるじゃないですか。多分ああいうものに当たるものだと思うんですけど、サプライズでジャカルタに行ったんですけど、ファンの方が準備してくれてたんですよ。もうすごく嬉しくて、あれってさ、スラマダタンようこそみたいな感じで書いてあるお花です。すごく、温かいなと思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いての写真をお願いします。はい、この写真は中川さんに説明していただきます。はい、この写真は2月に AKB48 としてジャカルタで
ライブをやるときに行かせてもらった写真で、この写真はこう JKT48 のメンバーとこう AKB48 がヘビーローテーションでこう一緒に歌うっていうやつをやった時の写真で、あのリハーサルとかもこう一緒にして、この時にこう JKT48 のメンバーと、ちゃんと喋ったのがこの時です。この2枚の写真はジャカルタのこうショッピングモールのファッションショーみたいなののこう日本のファッションを紹介しようみたいなののやつで、こう AKB48 の衣装を何着かこうやって紹介した時の写真です。この2月の AKB48 で行ったライブをきっかけにこう JKT48 いいなって思ってこう移籍するきっかけになったライブです。以上。はい、ありがとうございます。いや、実はこの前中澤さん、はい、CM と中澤さん一緒に CM に出演しますよね。聞こえましたよね。はい、はい、インドネシアのジャカルタで、私たち撮影させていただきました。どうですか。はい、三沢さん、その CM 見たいですか。見たい。ありがとうございます。よし、何度ご用意されてるのでどうぞ。おう、素晴らしい CM ですね。どうですか、撮影の方は。ジャカルタで初めての撮影で、最初は少し緊張してて、最初この撮影が1日目だったんですけど、アキちゃんがまだ来てなくて一人でいたからちょっと緊張したんですけど、こうメロディーとシャニアがこう優しくて、こう休憩の時間もずっとなんか言葉はちょっとあんま通じないんですけど、こう英語とか日本語とかインドネシア語を交えてこうゲームしたりとか、なんか面白い話したりとかして、あれだよ、あれだよ、流行ったやつ皆さんに披露しようよ。やろうやろうやろうよ、これこれ。やんかもなくかなく、なんかこのポカリスエットの CM でなんか異常にあいやいやいやっていうこの振りが流行ってしまって、すごくそういうのが面白い。何だったんだっけ。やってみよう、やってみよう。あいやいやいやっていうのをずっとやっててなんかこっから始まるんですあいやいやいやっていうのがすごい流行って、もうそう一日中これをやってました、みんなで。これはこうオリジナルですか。こちらなんでボヘミアンっていう曲の振りなんですけど、見ててくれたみたいなメンバーの子が、なのでもう会話が絶えず、もうずっと楽しくて一日が早かったです。そうですか、そうです、素晴らしいですね。そうですね、この CM も本当は10月27日からもうすでに流れていまして、でこちらは中川さんの主演の CM なんですけれども、今度高潮さんの主演も流れる予定ので、皆さん楽しみにしてください。はい、見てくださいね、見てください。さて、これからは JKT48 のメンバーにゲームにチャレンジしてもらいます。まず最初のゲームはですね、お絵かきコーナーです。お題を出しますので、メンバーには手元のスケッチブックのに絵を描いてもらいます。インドネシアにちなんだテーマも織り交ぜていきましょう。皆さん、絵の方はどうですか。自信ありますか。ダメ、全然ダメ。ダメですか。ほんとに。かもみさん、ちょっとだけできます。じゃあ頑張っていただきましょう。それでは第一本目です。一問目です。ドン、オラウタ。インドネシアの代表的な動物なんですけど、はい、オラウタってなんだ。オラウタ知らないですか。毛生えてるですよ。オラウタですか。オラウタ知らないですか。ゴリラと誘いでるんだ。
じゃあそういうイメージで書いていただきましょう。どうですかね、皆さん書けますか。メロディーとサニアもすごくスムーズに動いてるんですけど、これが本当はどうですかね。難しいですよね。そうですよね。でも手ばっかり書くんじゃないですか。ゆがさんも書けるんですか。オラオタ書けませんね。書けないですか。でもオラオタっていう動物は分かれるんですよね。ぼんやりイメージでしかないので、はい、そうですよね。多分いつもイメージとしては木の上に座ってる状態ばっかですよね。どうですかね。違います。できた人いますか。手を挙げてください。そりゃライオンじゃないかよ。OK。 スレーザーからできましたそうで、出していただきましょう。かわいい、かわいい、かわいい。どうですか。オラオタンかわいい。かわいいですかこれ。え、でも右ウサギですかそれ。あれクリンチーネやるからね。あー、ピース。オラオタンがピースしてる写真やる。フォト、フォト。あ、写真撮られてる時のオラオタンですか。ピース、そうなんですか。これでよろしいですか、オランウータンを。かぼちゃ、焼きね。大丈夫？むらむらはん。むらむらはん。大体です。いや、オランウータンはですね、もうインドネシアの代表的な動物なんですよ。そうですね。オランというのは、ね、インドネシア語で人という意味なんですよ。で、ウタンはもう森だから森の人。はい、高橋さんはできましたそうで。どうですか自信の方は。結構今の自信で私はいいと思います。そうですか。さあ見せていただきましょう。そうですね。私多分オランウータン分かんないんですよ。多分私オランウータン分かんないんですけど、はい、さっきのゴンのヒントとか、あの猿、チンパンジー、オランウータン、ゴリラは人間に近い順だよって言われて、それで今想像しながら書いたんですけど。いや、特徴は取られてますね。いいですよね、結構。結構いいと思いますよ。分かってください。ありがとうございます。ありがとうございます。アニメにするオランウータンみたいですね。はい、大丈夫と思います。はい、次は30点メロディ。メロディ、はい、メロディさんお願いします。アフロさん頑張るね。私は自信ないんですけど。Kebayang soalnya di uang rupiah yang dulu Indonesia uang kertas 500 gambarnya orang hutan. そうですね。昔susah gambarnya. 昔インドネシアの500ルピアの紙幣がオランウータンの絵があったんですので、でそれを思い出して描きました。だらー、はい。Pokoknya orang orang hutan tuh banyak rambutnya, rambutnya lebih banyak dari gorila. Terus lebih lucu dari gorila. Gorila より多いイメージがありますので、こう書きました。カエルみたいですね。カエル。本当ですよね。Kalau gorila tuh lebih serem. Gorila の方が怖いイメージあるので、これを可愛く書きました。オランウータンも怖い気がしますね。はい、ありがとうございます、メロディさん。それでは続いて、アイカいきます。あやな行きます。はい、あやなさん見せていただきます。せーの、アスナ。かわいい、かわいい。絵描けないんですよ。絵描けないから自分がわかるので、たぶんこれ似てますと思います。似てると思います。たぶん似てますよね。似てますよね。似てると思う。はい、似てるよ。顔がライオンに。ありがとうございます。続いてはレナさんお願いします。じゃじゃーん。これ一番似てるじゃないですか。もしかしたら意外と入ってるから。でもなんか口がなんか笑ってない、笑ってなんかずっとこの前
はい、そうですよ、そういうイメージがあって書きましたよね。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ最後に、え、これって正解の絵とかないんですか？あります。ありますか？最後にあります。やったー、よかった。あります。お、最後ふさわしい絵をお願いしますよ。はい。え、似てませんか？似てるよね。もう、コアラ。コアラに似てるでしょ、これは。やっぱり、私ピカソみたいな才能あるんですわ。以上。ありがとうございます。はい、正解の絵を見せていきましょう。オラゴさんです。あー。どうですか、皆さん。誰が一番似てます？あ、あやなさんも似てるかも。そうですか。あやなさん、あやさんもう一回絵を見せてください。これですか？みんな同じくらい。はい、みんなは、あ、そうですね。口は、口はすごいですね。口は取られてますね。いいよ。じゃあみんなが正解ということで。イエーイ。それでは続きの応用、続きの問題はですね、実は今日は皆さんの席の中の一つに当たりを用意しております。テーブルの裏側を探ってみてください。あ、違うじゃない。お客様のファンの方々も、ありますか？当たりというテーブルの下にありました。おめでとうございます。じゃあちょっと立ってもらっていいですか？じゃあ皆さん寝顔絵を描いてみてください。どうですか？できた人がいますか？レナさん、かけました？まだ？できました！さあ、タレルさんから見せていただきましょう。お願いします。結構似てると思いますよ。いきます、じゃじゃん。あ、似てる。おー、うまい。すごいですね。後ろにいる方は見えないと思うんですけど、そうですね、似てますね。ありがとうございます。似てるって。どうですか、サニーいきます？サニーの腕、はい、続いてはサニーさんの絵を見せていただきます。サニー描けた？伸びるっけ。ちょっと自信ないんですけど。mungkin gambarnya kurang bagus, tapi aslinya kawaii. そうですね。絵はちょっと似てないかもしれないですけど、実物はすごく可愛いです。ありがとうございます。はい、メロディさん、お願いします。aku lihatnya dari pinggir, tapi aku nggak bisa gambar orang. Beda dua, itu, oh, negawa kaku
のがあまり自信ないですけど、でも横から見てこう描きました。髪の毛とか見てる。そうですね、髪の毛、うん、ちょっと特徴が出てます。ありがとうございます。次はレナさん描けますか。じゃあレナさん見せてください。髪の毛、全部一緒です。目がちょっとね、はい、大きさが違うって髪の毛で、でも同じだと思います。ありがとうございます。ちょっと難しがりが正解なんですね、レナさんは。さあ、次はあやなさんいきますか。あやさんの寝顔絵を見せてください。はい、じゃじゃん。これこれ。あ、上の方ですね。ああ、綺麗ですね。かわいい。目がマッチしてますね。すごくかわいいです。かわいい。かわいいですよね。はい。はい。ありがとうございます。それでは最後に一番大好きな。大好き。大好きなレナワザミ。めっちゃ頑張ったね。はい、見てまーす。おお。いや、これはこれをプレゼントします。はい、ちょっと待ってください。最後に優勝者を決めてもらうからね。これ入賞入んなかったらプレゼントできないの？マジで。後であげられますので、さあ、カナヌユサちゃん決めてください。あ、トロ、プロデューカン、頑張るカリア、kita akan dipilih siapa pemenangnya。おーい、おめでとうございます。あげていいですか。いや、お待たせください。いや、どうぞ。ありがとう、はい、ありがとうございます。なんとなんと、後ほど全員のメンバーを差し上げますので待ってください。ありがとうございます。いや、一番うまいですね、映画。それでは次のコーナーに移りたいと思います。高重さんと中川さんもエルリシャ語を勉強されてると聞いておりますので、ここでクイズです。スクリーンに英語の単語が映し出されますので、高城さん、中川さんはそれをインドネシア語で何というかを答えてください。わかりました。またメロディさん、サニアさんは日本語で何というか分かるかを答えてください。ここでですね、レナさんとアヤナさんは両方話せるので、ここで審判になってもらいます。審判、手元の丸バツのサインで審査をしてもらいます。丸バツ、OK。 どうですか、インドネシア語は結構話せますか、カメルさん。話せますか。私にそういうとこ期待しますか。でも今勉強してるので、うん、なるべく多く正解したいなと思います。そうですか、カメルさんは自信の方は。1回目の問題すごく簡単だったから、はい、全正解ですよ。なんかもうちょっと難しいのがいい。それ僕に言ってもどうにもならない。ねね。はい。それでは一本目です。じゃじゃん。Good night。OK。日本語で。メロディーとセネを言ってください。こんばんは。それではジャッジの方は。おやすみなさい。おやすみなさいのほうでお願いします。すいません。はい、そう、こんばんは合ってますよ。こんばんはというか、ぶんなるや、ぶんない。それではインドネシア語のグッナイトは何でしょう。わかる。今ね、一瞬思い出したのにもう忘れちゃった。いくよ。どうですか。大丈夫ですか。おめでとう。スラマッティル。おめでとうございます。
丈夫ですね。よかったね。グッドナイトは、じゃあ正解の方を見てください。おやすみなさい。スラマティル。こんばんは、イノリシャ語で。おやすみなさいを。スラマティル。それでは、鈴木のつぶつぼです。どうぞ。え、何ですか？で英語わかんない。ディスって何？大丈夫ですか？OK。いきます。どっちからいきますか？サニアとメロディが OK？OK。いや、そのままにやるじゃん。OK。どう？それは、これは。じゃあ、ジャージの方。そうそれとこれ。これ。あと一個は？桜木。それは、これは。いい。意味。じゃあ、ジャージの方に言った感じ。これ。それは、レナさんと親方にジャッジしてください。迷ったようで、もう2つは合ってますよね。これとそれは合ってますね。どうですか、審判。三角です。はい。それでは、エドリシャ語で何て言うでしょう。3日前に習った言葉ですね。それは思い出すね。はい、待って、すぐ出てこなきゃ意味ないんだよ。はい、5、4、3、2、1。決めて。せーの、意味でしょ。はるかもう分かるから全部。もう一つありますか。はい、もう言っちゃうよ。もう言っちゃうよ。せーの、いつ、いつ、はい、両方いつ。いにいつじゃないの。いにと、いつ。はい、正解です。正解です。エドネシア語ではですね、いつというのは、いつと一緒ですね。ざっと、それと、あれは同じです。じゃあ正解の方見ていただきましょう。イニとイトゥです。これ、あれ、それ、あれとそれはイトゥで同じですね、イノリシャでは。じゃあ正解ですね。おめでとうございます。それでは続いての質問をお願いします。 I like you。 あ、わかるよ。わかりますか。 JKT の歌詞も出てきますよ。もうまさに流れてますよ、これ。え、これI love you じゃなくて I love you でもいいんですか。変わんない、はい、変わんない。大丈夫ですかね。ダメです、 I love you で。え、多分ね、日本語とエドニシア語は合ってますよ。あ、OK、分かった。はい、レナさん、ちょっとヒントを出してくれますか。ヒントは、せーの、はい、サネとメロディ。私は好きです。これ正解です。私は好きです。本当すごいですね。どうですか。じゃあ中川さん、歌詞だよね。 I like you。 カルナックスかスカデリム。スカデリム、はい、正解です。でも I love you とは違いますよね。 I love you とは違います。 I love you は、はい、愛、チンタ、カム、はい、悪、チンタ、カム。そう。悪しか噛む。まさに難しいのは出てきますね。じゃあ正解の方を見ていただきます。悪、スカ、カム。エドネシア語で
アクは私、スカは好き、カムはあなた。そうですね、スカと好きはちょっと似てるんですね。それを覚えやすいので覚えてください。それでは、はい、4問目です。お願いします。お、これ難しいよ。どうですか、買い物行きます？ヤタタでメロディドサニアカロタニア難しいですか。じゃあ OK、 レナさんとメケさん、ちょっとヒントの方出してくれますか。ヒントないですか。じゃあ、フルプルタマセ、じゃあ先に誰にあげたいですか、ヒントは。じゃあ中野さんと原田さんにインドネシア語の一文字目、わかりました。じゃあ、お、え、間違えても怒んないよね。あ、大丈夫大丈夫、全然全然。意味は、わあ、すごい。お買い物しようと思ってたまたま覚えてたんですよ。頑張りましたね。それでは、メロディー、ちょっと dikasih tahu huruf pertamanya saja。いや、huruf pertamanya E。最初の文字は E です。E。一番じゃない。行きます。もうブブ出ましたので、世界の方見ていただきます。いくらですか。そうですね。インドネシア語でいくらですかは、ブラッパハルガニャ。そう、先さんもう同じ意味ですね。ブラッパハルガニャ。いや、意味ブラッパというのはもう。これはいくらってなりますので、本当に同じく通じますね。それではですね、もう最後の問題になりますので、頑張ってください。インタラクティブや。それでは、最後の問題、どうぞ。これは簡単ですね。え、わかんないの？はい、はい、はい。OK、メルリさんとサリカさん、日本語で。すごいですね。それではインドネシア語でゆっくりですね。サツズワティガウマ。それでは正解の方、正解です。サツズワティガウマ、これはインドネシアのですね、インドネシア語ですね。さて、ワン、ツー、スリー、フォーといえば皆さん何でしょう、何でしょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ヘビーローテーション。そうですね、ヘビーローテーションです。高田さんと中田さんもインドネシア語で歌えるように現在もう練習中とのことで、ここでなんと特別にインドネシア語版のヘビーローテーションをこのままでアカペラで歌っていただきます。それでは準備の方よろしくお願いします。Thank you.
なあそこ売っててほしいんだよね。Seperti pokok yang meletup-letup. Seperti pokok yang meletup-letup. ありがとうございました。それではですね、最後に今日ご来場のファンの皆様からいただいた質問に答えをするという質問コーナーに入ります。じゃあここからはなんと高千さんが MC を仕切るんでよろしくお願いします。マイクをお願いします。ありがとうございます。皆さん書いてくれましたか？書いてくれましたか？ごめんなさい、こうしてた練習そこだからね、はい、そこね、話さないでお願いします仲間に入れて。じゃあ聞いてきますよ。いいよ、行きます。長島ひまりさんからいただきました。いつも何時に寝ていますか？と上手に歌える秘訣を教えてください。じゃあ誰行く？メロディー、メロディー、うん、kalau misalnya apa tips yang bagus, jam tidurnya cukup aja. Kalau misalnya emang padat, sebisa mungkin kita memanfaatkan waktu tidur, terus jangan minum air dingin. Terus jika kata itu で、冷たい水を飲まない。蜂蜜をよく飲む。上手に歌える秘訣は、メロディーのワンツースリーフォーが可愛いんでちょっと歌いますね。はい、dua-duanya sama-sama seru. Saya tuh masih tidak masih guys. Jadi walaupun lagi capek atau lagi kayak gimana, tapi kita tuh selalu bercanda-bercanda untuk mengurangi rasa capek. Sekali ada teman semua juga dan saya sama sekali tidak mau sendiri. Dua-duanya asik terus baik. Saya teman sesuatu dan asik kita masih itu.シャニアはいつも何かあるたびに可愛いって言ってごまかすんですよ。ハルカさん可愛い。これこれいつもこれいつもこれ。本当に思ってる？あ、Yes。
じゃがりこと、なんだっけ、じゃがび、じゃがび。さっき食べてすっごい美味しかったんです。買ってきます。鈴木慎さんからいただきました。ジャカルタメンバーの魅力は何だと思いますか？じゃあゴン。ジャカルタメンバーの魅力はなんか元気で、すごい笑顔で、あとパワフルで、なんかやっぱ活気があって、なんか一緒にいると常に楽しいです。楽屋とかでもさっきもみんなでお菓子パーティーしたりとか、なんかそういうのをしてて、なんかすごいみんな仲良しです、ね、すごい楽しいよね。なんかあんまりこう先輩後輩とかじゃなくて、なんかみんなのチームじゃないけど、こう JKT48 のチームとしていろいろ話したりとかできるから、すごい楽しいです。これからもっとね、話せるようになったらね、もっと多分話せる、もっとそうインドネシア語を勉強して頑張って話せるようになりたいです。頑張るラストラストだって、ラストっていうことですかね。次いいですか？本当にラストいきますよ。じゃん。 AKB で憧れの存在は、おこれ4人で聞いてこ、1人ずつ。じゃあシャリアから順番に。トモミカサイさん。おしめですね。おしめね。南高橋さん。中川はるかさんと高城あきさんと渡辺麻友さん。あー、れなちゃんごめんね、本当に。でも、れなちゃんは本当に麻友のことが好きで、渡り廊下走りたいの曲をいつも聴いてくれてて、 CD 持ってるって聞いたら、持ってないですってちっちゃい声で言ってたから、今日プレゼントしました。ごめんね、あの前バージョンじゃなくて私の得点が入ってるやつ選んじゃった。ごめん。でもいいよ、憧れの先輩にあげてくれたからさ。ありがとうございます。頑張ります。本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、今日のイベントをおしまいです。最後に移籍したばかりの中条さん、中川さんから一つずつコメントをいただきましょう。お願いします。はい、皆さん、今日は何曜日だ、日曜日日曜日で祝日じゃなくて、間違えて休日なのに来てくれてありがとうございます。こういうトークイベントとかすごく私大好きなので、もっともっとやりたいと思ってるし、こう JKT になってからこう皆さんの前に出るのは初めてだったのかな、そうだよね、JKT48 になってからこう皆さんの前に出るのは初めてだったんですけど、こんなにも早く皆さんに会えると思ってなかったので本当に嬉しいです。これから私たちはすごく練習とかいっぱい頑張ってジャカルタのステージに立つので、皆さんぜひ会いに来てください。待ってます。よろしくお願いします。あとなんかこの AKB48 のショップでJKT グッズが売ってると聞いたんですよ。あ、もう着てらっしゃる方もいますね。あ、嬉しいです。ありがとうございます。ぜひ皆さんそれを着て私たちに会いに来てください。待ってます。ありがとうございました。はい、今日は、日曜日の休日にもかかわらず、朝から並んでいただきありがとうございます。まだこう私たちはこういうこっちでイベントやったりとか向こうに行ってまだ公演とかしてなくて、こう AKB48 は新チームの活動をしてて、なんかいつ行くのとか聞かれるんですけど、まだ決まってないんですけど、こう私たちも勉強したりとか歌のレッスンしたりとか、こっちでやれることをやっているので、向こうに行った時にこうたくさんのファンの皆さんに愛されるように私たちも頑張りたいと思います。ぜひ、遠いっちゃ遠いんですけど、近いと思えば近いので、飛行機8時間寝てれば着くので、ぜひ飛行機に乗ってこう JKT48 のシアターに来て、生の私たちを見に来てください。今日は本当に来てくれてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ファンの皆様にはお土産をご用意しております。メンバーからのお土産です。で、お土産はそのメンバーが大好きなインドネシアのお菓子を買ってきてくれました。帰りの際には受け取ってください。それではこれにておしまいです。本当に本日はありがとうございました。